2体は出会った。ゴジラ原因不明の大暴れ、芹沢博士の息子のヤバい思想、そして最後に勝つのは。よいしょ。どうもギャチンです。日米スター怪獣対決、今年の3月に公開されるゴジラ VS コングの予告第1がついに公開されました。やばかったねで今回はゴジラ対コングの予告を見た率直な感想プラス、映像やセリフから読み取れる予想や、まあ、妄想みたいなものをねしていきたいと思います。まあでもその前に一言言わせてください。面白そうバチバチにやり合ってました。これは試合、いな試合ですよ。ちょっと大げさかもしんないけど、この時代に生まれてよかったと思いましたね。約60年前にゴジラとコングは戦いました。その時は引き分けでした。そして今回物語はつながってはないけど、その決着がつくと言われてるんですよ。こんなメガイベント50年に一度、いや100年に一度しかないですよ。その時代に生まれてちょっと本当に嬉しかったですね。では予告編を見て感想、そして予想をしていきたいと思います。まず予告は2分半ほどだったんですが、率直な感想としてはコングが味方、ゴジラが敵、そういった感じの印象を受けました。まずこのシーン、コング捕らえられてますよね。てかコングってよく捕らえられるよね、かわいそう。そしてここのセリフ、私たちにはコングが必要だ。そしてこう続きます、世界は彼を必要としている、来るものを止めるために。このセリフは主人公のネイサン・リンドのものなんですが、このセリフと映像から人類がコングを必要とし、そして捕らえているということが予測できます。そしてこの少女、彼女は彼が通信する唯一の人です。彼っていうのはコングのことだと思います。私は彼らが絆を持っていることを知っていました。彼女には行くところがなかったので、私は彼女を守ることを約束しました。おそらくこの彼女はドクロ島に住んでいるコングと唯一コミュニケーションが取れる人間だと思うんですけど、なんかね、公式のあらすじによると、コングと守護者たちは本当の居場所を求めて旅をしていると書いてあるんですよ。ということはもしかしたらドクロ島に危機が迫ったのかもしれませんよね。だからコングと少女を保護したと。そしてドクロ島の危機が地球全体の危機につながっているのかもしれません。そしてコングを拘束して旅をしている最中にゴジラと出会ってしまうと。でこのゴジラがちょっと訳ありで、こちらを見てください。前作のゴジラキングオブモンスターズの主人公であったマーク・ラッセル博士がこう言っています。ゴジラはそこにいて、彼は人々を傷つけています。理由は分かりません。そしてその後、前作でも活躍したマークの娘さん、マディソン・ラッセル、いやめちゃくちゃ美人になりましたよね母を失った娘が何やら探ってるんですが、こう言ってます。ここでは見られない何かが彼を挑発している。まあ彼っていうのはゴジラを指していると思うんですけど、要するに何かが刺激して、それによってゴジラが人々を傷つけていると。まあね、ゴジラが人間を襲う時には必ず理由があります。そうじゃないとすれば、それはゴジラではありません。フェイクです。でね、最初この予告を見た時に、ゴジラが人々を襲いました、だからゴジラを倒すためにコングを拘束したっていう流れだと思ったんですけど、コングを運んでる最中に偶発的にゴジラと出会ってゴジラが暴れ出したみたいな感じなので、ちょっと意味合いが変わってくるんですよね。この流れだとコングを動かしたことがゴジラを暴れさせたみたいにも取れますよね。ちょっとまだ難しいですよね。ただね、これが面白いんですよ。先ほど少女を保護したと言った女性がこう言います。神話は本物です。戦争があった、彼らは立っている最後のものです。いや、このセリフ鳥肌もんでしょ。前作のゴジラキングオブモンスターズのラストで、ゴジラとコングが戦っている壁画がありましたよね。ゴジラとコングの戦いっていうのは昔からずっと続いてきて、そして今回のゴジラとコングがラストの個体、そう言ってるんですよね。これはもうね、なんか今もちょっと鳥肌こう、まあコングとスカルクローラの歴史がずっと続いてたって言ってたけど、ゴジラとコングもあったんですよね。そして今回の戦いでそれが終わるって言ってるんですよね。ちょっとやばくないですか？それを目の当たりにするんですよ、我々は。で、その後に続くこのセリフもいいんですよ。誰が誰に服従するか。コングは誰にも服従しません。いやー。敵ながらあっぱれだよ。そんな感じなんですが、肝心のここですよ。ゴジラはなぜ暴れているのか。マディソンも何かがゴジラを刺激していると言ってます。まあ、この理由がね、この映画のかなり重要なポイントだと思うんですけど、3つほどねちょっと予想します。まず1つ目、人類に自分の住処をぶっ壊されて単純に怒っている
まあ、ゴジラキングオブモンスターズで芹沢博士によってね、こう自分が住んでいる住処をね爆破されましたよね。それによってまあエネルギーをチャージできた形にはなったんですけど、それによって起こっているという説です。まあね、これはゴジラからしたらもっともらしいんだけど、なんかちょっと盛り上がりに欠けるというか、ちょっと薄いのかなと思います。そこで2つ目、ゴジラとコングの因縁です。もっと具体的に言うと、こちらを見てください。このコングが持っている武器、ゴジラの背びれの形をしてるっぽいんですよね。でこの武器はこんな感じで、ゴジラの熱線をね無効化できるようなね、とんでもない武器っぽいんだけど、これも完全なる妄想なんですけど、この背びれは先代のゴジラのもの、要するに歴代のゴジラとコングが戦った時のコング側の戦利品のようなものだと思うんですよね。勲章というか、なんだろう、プレデターがエイリアンのこの頭蓋骨とかをねコレクションするような感じですよ。取ったぞ的なね。それを動かしたことによって、そこから発せられる何かエネルギーみたいなものがゴジラを狂わせた、おびき寄せたみたいな説ですね。まあただそれだとゴジラキングオブモンスターズでなぜゴジラは暴れてなかったんだとか、ちょっとね疑問に思う部分も出てくるし、これもなんかやっぱりありきたりなような気がするんですよね。というところで3つ目の予想、これがね個人的には本命だったりします。はっきり言いますと、メカゴジラの存在。まああの予告を見ればね、多くの方が予想するようなことだと思うんですけど、こちらをご覧ください。俳優の小栗旬さんなんですけど、芹沢蓮という役で、どうやら前作で死んでいった芹沢博士の息子という設定らしいんですけど、後ろのモニターを見てください。なんとかチャージって書いてあるけど、そこの後ろにね、明らかにこうメカニカルな二足歩行のものが表示されてるんですよ。これはもうメカなんとかでしょ。でもっと言うと、この冒頭のこれ上海の住宅街らしいんですけど、ここのね破壊している物体を見てもね、なんかねゴジラとコングどちらでもない、なんかメカっぽいものがね街を破壊しているように見えるんですよね。そしてこれオープニングのこのロゴの光り方、これもなんだかねスペースチタニウム的な輝きを放ってるんですよね。ここ2年メカゴジラ関連の商品の発売がやたら多かったのはそういうことだったんですよ。なのでゴジラが暴れる理由はこのメカゴジラにあるんじゃないかなと思うんですよ。とにかくそのメカゴジラの行動、もしくはそのメカゴジラを操る芹沢蓮、まあ率いてるかどうか分かんないけど、組織の行動がゴジラを刺激しているのかもしれません。ただね、もっと言うと暴れていたゴジラそのものがメカゴジラなんじゃないかなと思うわけですよ。そう、偽ゴジラです。今回の2分半の予告の中でコングはアップのシーンがあったりとか目が大きく映るシーンがあったのに対して、ゴジラはほとんど引きの絵なんですよね。目が大きく映るシーンが一度もないんですよ。そこがねなんかね生物感を感じないというか、無機質な感じがするんですよね。もしかしたらこれはミスリードかもしれないんですが、そこになんかねからくりがあるような気がして、今回の予告で使われたゴジラの中に偽ゴジラとゴジラが混じってるんじゃないかなと思うんですよね。具体的に言うと、水中で戦っていたシーンはゴジラ、そして後半の上海で戦ってたシーンは偽ゴジラなんじゃないかなと予想してます。あ、これ完全に妄想ですよ。海と夜ではこんな感じで熱線の形とかも微妙に違うんですよね。でもね、偽ゴジラにするには必ず理由が必要だと思うんですよ。でメカゴジラがいたとして、それを操ってるのは映像から見るにおそらく芹沢蓮だと思うんですよね。でメカゴジラを作った理由が、ゴジラによって死んでいった芹沢博士、そんなゴジラを逆恨みしてゴジラを倒すためにメカゴジラを作っただとしたら、いちいち偽ゴジラにする理由はないと思うんですよね。メカゴジラのまま倒せばいいんですから。しかもなんかそんな敵討ちみたいなんてありきたりで、これもないと思うんですよ。なので芹沢蓮の思想をちょっと予想すると、まあ、これも完全な妄想なんですけど、芹沢蓮は芹沢博士になりたいんじゃないかなと、まあ、これどういうことかというと、もう全くのこう妄想なんですけど、芹沢蓮は幼い頃からすごく芹沢博士を尊敬していました。そんな父親が崇拝し、そして取り憑かれていたゴジラ、ついにはそのゴジラによって命も落としてしまいました。そんな父親の気持ちを理解しようとするには、もうゴジラ作っちゃえと、世界支配しちゃえという思考になるんじゃないかなと、そういう狂気じみた思考の持ち主なんじゃないかなと思うんですよね。前回のゴジラキングオブモンスターズも
エマっていう狂気じみた思考の人間によって物語がすごく動いたと思うんですけど、今回もそういう狂気じみた思考のキャラクターによって物語が動くと思うんですよ。それが芹沢蓮じゃないかなと。見てください、この目完全に言ってますよ。まあ、ここまでの僕の完全なる妄想をストーリーにすると、芹沢蓮が作ったメカゴジラが地球で破壊行為を繰り返します。その危機に対抗するべく人類はコングを保護します。その保護の最中でゴジラと出会ってしまいます。それがあの水中戦ですよね。でそこでファーストバトルが行われます。でそこでゴジラが暴走しているということがわかります。でその後夜にコングとニセゴジラが激突します。そこでコングがメカゴジラを倒して、最後に本物のゴジラが現れて、ゴジラ対コング第2ラウンドで決着という形。それかコングとニセゴジラが戦って、コングが窮地に追い込まれた時にゴジラが助けに来て共闘してメカゴジラを倒すと。その2つですね。なので1個目の予想は最後にゴジラとコングが戦って決着がつく。で2個目は1戦目の水中戦でゴジラとコングが戦って決着がついて、最後の夜は共闘という形になるっていうことですね。ただこれも予想でも何でもなくて完全に僕の希望というか願望なんですけど、やっぱりこの映画ってゴジラ VS コングじゃないですか。だから最後はゴジラ VS コングで終わってほしいし、映画のコンセプトもやっぱりそこであってほしいんですよ。一番盛り上がるところを共闘という形にするのは、まあそれもめちゃくちゃ見たいけど違うんじゃないかなって思うんですよね。一番最後はやっぱゴジラとコングの戦いで終わり、決着がついてほしいなと思うわけですよ。難しいですよね。やっぱり第3の怪獣的なものが登場するってなると、ゴジラとコングのこの勝敗っていうのがどうしてもこう濁るというか、ちょっとブレるようなね気がするし、予想も難しくなってくるんですよね。どっちが勝つかは予想できません。ゴジラが勝ってほしいです。ただそれだけです。もう本当にただ希望です。ゴジラ勝って。これは映画を見るんじゃなくて試合を見る感覚に近くて、映画として面白いっていうのは大前提なんだけど、もうねやっぱりゴジラに勝ってほしいよ。そこはもう嘘つけないですね。なんかねコングがキングオブモンスターズであるゴジラを倒してキングコングになるみたいな、そんな展開いらないです。でもねこうやって殴られてたりとかね、熱戦を跳ね返してるシーンを見たらなんかコングがね有利な感じなんですよね。ただね今回の予告はおそらくコング目線だと思うんですよね。で次の予告はおそらくゴジラ目線の予告になるんじゃないかなと思うんですよ。でそこで本当のゴジラがたくさん映るんじゃないかなと予想してます。まあとはいえ2対2素晴らしい戦いを期待してます。まああとはね細かいネタがあったりとかして、こちら炊飯器ですよね。これはねおそらく地球空洞反重力車両みたいな感じなんですけど、でこれ背景を見るとなんか洞窟の中っぽいんですよ。なので地球の中で戦ってるんじゃないかなと思うんですよ。すなわちドクロとの巨神での地球空洞説は正しかったんじゃないかなと予想します。まあ、この振り回されている怪獣はウォーバットっていう怪獣らしくて、前々からねフィギュアとかでも出てましたけど、ちょっとなんだろうギドラっぽいというかね、そんな感じがするんですけど弱そうですね。はい、そんな感じで他にもいろいろ伏線回収とかオマージュみたいなものがたくさん盛り込まれてそうな気がするので、その辺も楽しみですね。はい、そんな感じでねほぼ妄想で、今回僕が言ったことが全然正しくないと思います。蓋を開けてみればすごい王道の展開だったりもするだろうし、もっともっと斜め上をいった展開になる可能性が高いと思いますので、一妄想として受け取ってください。そして皆さんもこの動画のコメント欄に好き勝手に妄想や予想コメントをね書き込んでください。そしたらめっちゃ楽しいから。はい、そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではね第2弾の予告を待ちましょう。それではまた、バイバイ。